かり押すときに内すね少し引きつけといて、内足の上に上体を落とし込んでいくようにして、荷重は外で受け止めんだけど内足引きつけといてくれ。とにかく外内スキーもう少し引きつけて、内足のアウトエッジもこう軌道を出せるようにしてくれ。外足だけになってるぞ。エッジングが長くなっちゃう逆にね。アップダウンアップ、削っていくの削っていくの。さっきそういうのやってないでしょ。アップダウンアップってそういうね。柔軟性あるような押し方だよ。ずーっとただ押すだけじゃなくてやり取りのできる押し方。小春お願いします。小春3本お願いします。小春、4本目。4です。いやー、ラブショット取って4がすごくうまい。はいよー、おーいー、ラブショット。小春胸のスピン、2つダメだ、胸のスピン。小春、セットバイゴ1本目。足の位置、内足。ラスト